それではアリゴを作っていきます。じゃがいもは皮ごと蒸してもらって中をね使う場合でも構いませんし、皮を剥いて使ってもらってもどちらでもいいです。時間がないときはささっと作りたいときは皮を剥いた方がいいですね。皮ごと蒸すと結構時間かかるし、熱々を剥くのがね大変だと思うので、今日は簡単バージョンのアリゴにしたいと思います。まずは皮を剥いたこちらです。メイクインがいいと思います。アリゴちょっとね粘り気のある感じのお料理なんですよ。なのでメイクインのじゃがいもを切っていきましょう。ちょっとこのね目のところは落としておきます。でこれを切っていたお鍋にどんどん入れていきますね。あんまり小さく切りすぎてしまうとあんまりなんかね美味しくないので、早く茹でたいからといってね、なんかすごいみじん切りにするのはねボソボソしてしまうし、じゃがいも溶けてなくなっちゃうんでね、これぐらいの乱切りでどんどん切っていきましょう。はい、こんな感じですね。はい、ではじゃがいも茹でておきます。じゃがいもは水から茹でてください。お塩はまあどっちでもいいかな、入れても入れなくてもちょっと入れときましょうか。入れた方が甘みが増しそうですね。後でしっかり味付けがあるので、ここの塩はそこまで重要ではないです。はい、ではじゃがいもが柔らかくなるまで茹でていきます。はい、じゃがいもが茹で上がりました。ではこちらね潰していきたいと思います。マッシャーがなくて潰すやつがないんで、ちょっとね麺棒でこんな感じでちょっと押して潰していきたいと思います。まあ皆さんねどんな潰し方でもいいので、熱いうちにこうやってね潰していきましょう。でこれができたら後で調味料を入れてまたもう一回火にかけていきます。はい、では材料全部入れました。大量のチーズですね。やはりこのアリゴというね、まあこの一つの、まあね、メニューなんですけど、フランスだなっていうメニューですね。日本だとこれだけのチーズとバターとかね入ると予算的に厳しいじゃないですか。でもねやっぱりこうフランスってチーズがたくさんあるので、しかも安いんですよ。日本の半額もっとかな、かなり安いです。チーズってめちゃくちゃ税金かかってるんで、なので美味しいチーズがねたくさんね安く手に入る、だからこういったメニューがねできるんじゃないかなと思うんですけど、日本でやる場合はすごく高くつくので、これじゃがいもとね、まあ、バターと、まあ、チーズといろいろね材料手に入るし、作れることは作れるんですけどお金がかかってしまうので、もし作る場合ですねちょっと高いなと思ったら、チーズはね業務用スーパーとかで買っていただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、あとはこれをねまず溶かしていきます。で溶けたら粘り気が出るまで炊いていきましょう。ではちょっと混ぜていきますね。潰したじゃがいも、チーズ、バター、ニンニク、そして牛乳です。でだんだんこのチーズとかバターが溶けてきて一体化してきます。で最後はお塩で味を調整していきます。パルメザンチーズとかある人はパルメザンで調整してもいいです。チーズっぽさも出るし塩分もたくさん入ってるので、なんですけどもどうしてもねお金がかかっちゃうので、パルメザンチーズない方はもう普通にお塩で味を調整していきましょう。今こんな状態なんですけど、もう少しするとね粘り気が出てきてくれると思います。このアリゴなんですけど、アリゴはねもうぜひお肉と一緒に食べてほしいなと思います。じゃがいも料理はもうお肉とセットになるので、ソーセージとかあと牛肉焼いたやつとか、まあ、豚でももちろん美味しいと思うんだけど、鶏はちょっと微妙ですね。味のしっかり濃いものがいいと思います。私がフランスで食べたアリゴは、ソーセージと一緒で、マネージャーが食べたのがちょっとしっかりと焼いたステーキと食べてました。なのでねお肉も一緒に付け合わせで用意してあげてください。これ単体でも美味しいんですけどね、美味しいんだけどお肉と一緒がいいです。めちゃくちゃ食欲そそる味なのでね、あとビーフシチューとかも合うと思いますよ。
カレーは合わないとにかくあのお肉、お肉と一緒にいきましょう。さあしばらくではこの状態から炊いていきたいと思います。はい、だんだん溶けてきました。でもまだです。これはチーズとバターが溶けただけなんですけど、ここからねちょっと粘り気が出るまで炊いていきます。ちょっとシャバシャバでしょ。もう少しいきます。で今回じゃがいもを私ね麺棒で潰したんでちょっとこうゴロッと感があるんですけど、全部をね綺麗にマッシュポテトみたいにしたい方は裏ごししたりとかフードプロセッサーとかにかけてください。お家で食べる分だったらこれでいいと思います。私はどっちかというとあのゴロゴロ残ってる方が好きなんでね、ちょっとあえて残してやっております。さあこれでもまだかな。ちょっとサラッとしてるのでもう少し炊いていきます。はい、だいぶどう煮詰まったでしょ。はい、ここからねちょっとねだいぶ煮詰まってきてじゃがいもがね爆発するんで気をつけてくださいね。私手に今手袋してるんですけど、軍手とか手袋とかした方がいいです。飛び散ってきたらめちゃくちゃ熱い。だいぶ粘り気が出てきました。水分が減ってちょっとスイートポテトみたいな感じになれば OK ですよ。ちょっと鍋底がチラチラ見えるぐらい5分ぐらい炊きましたね。で私炊いて思ったんですけど、量が多い時はお鍋大きい方がいいです。混ぜるのが重たい。大きいお鍋の方がね火が入るのも早いし水分の蒸発も早いので、なので量をねたくさん作るときは大きなお鍋でやってあげてください。ではもう火止めます。疲れた。 OK、 ほらドロッといいですね。ではここでちょっと味見してみますね。はい、こちらです。味見をしてちょっと塩とかチーズとか足していきます。うん、おいしい。おいしいけど塩が全然足りないので塩足します。本当はここに私はパルメザンチーズを入れたいんですけど、高級なんでねおチーズはね。アリゴってこう伸びるチーズなんですけど、伸びるがしたい人はモッツァレラとか入れてあげてください。さてもう一回味見してみます。うん、美味しくなった。はい、ということでアリゴ完成でございます。あとはお肉と一緒に盛り付けしていきます。はい、ではベーコン作っておきました。こちらねエキスポの返礼品についております。ベーコンとアリゴで盛り付けしていきましょう。皆さんがお家でするときはねソーセージとかでもいいと思います。さあ手作りベーコンです。私が作ったベーコン、これはねあの6キッチンプラスの塩麹ベーコンというものでめっちゃ簡単にできるんで、もうねみんなに作ってほしい。作業時間5分ぐらいですよ。まああの2日寝かすんですけどお肉をあのつけて2日寝かせて焼くっていうだけなんですよ。だから作業的にはなんかこう燻製するとかなんかこう塩抜きするとかそういう面倒くさいものは全くないです。なのにこのジューシーさ伝わるかな。ほらこんなんが家でできるんですよ。だからねベーコンとかねやっぱ市販のものは添加物がめちゃくちゃ入ってんで発がん性物質第1位ですからね、ベーコンソーセージは。なのでねできるだけみんなにいいものを食べてほしいということで私作りました。返礼品にはこれもついております。では盛り付けしていきます。先ほどのアリゴをここに盛りまして、そしてここにじゃあベーコンいきましょうか。あとはなんかここになんか野菜とかが欲しいですねちょっと今日野菜があのないんですけど、でここに胡椒かな。胡椒はいっぱい、胡椒はいっぱい欲しい。はい、ということでアリゴ完成いたしました。これフランスで食べた時超美味しくってご飯が進むんですよ。
違う、フランスパンが進むんですよなのでね、ぜひ食べてみてください。別にパンじゃなくても相性いいですよ。今日はベーコンつけたんだけど、ここをね、例えばそうだな、お肉焼いたやつとか何でもいいのでね、お肉料理と一緒に合わせて食べてみてください。すごく美味しいです。ということで、アリゴの作り方ね、皆さん分かったかな。はい、こちらになるのでぜひ真似して作ってみてください。